こんにちは、ピコです。そしてママでーす、はい、白黒、白黒になりました。髪も白黒です。ね、ママは染めるのをやめました。ね、白髪見せていきます。おしゃれ。でもいいよね、なんかちょっとさ、そうブリーチしたんだよね。ブリーチした。私久しぶりだよ、ね、白髪染めにアレルギーがあって、あ、染め、もう染めるのくたびれたので、うんうん、ジアミン、ジアミンアレルギー対応の黒染めをもうやめたので、うん、白髪出していきます、うん、よき。ちょっと楽しみだよね。でもなんかさ、そっちの方が顔色がなんか明るく見えるっていうか、どうだろう、ね、まあでもね、BBA 丸出しアーミーになっちゃうけど、おしゃれだから。グレーヘアおしゃれだと思うよ。みんな一緒に。私も今日また髪切りに行ってきた。ショートだとちゃんと月1で、うん、あの美容室行かないといけないなっていうのが分かりました。ということで今日はジンさんの MV を見ていこうと思います。久しぶりだね。久しぶりだね。リアクションが久しぶりだね。いや、それも久しぶり。兵器から帰ってきて久しぶりに MV 出してくれたので、うん、見てみたいと思います。どんな曲なんだ、私まだ見てない、うん、行ってきましょう。いやだってちゃうわ。行ってきましょう。カジャ見ていきます。レッツゴー。唇から始まるんだ。おー、なにバンド、バンドなの。ロッケンロールなんじゃないのこれは。いやおえー、これどこで撮ってんの。これね、あれだよ、うん、ロスだよ。え、そうなんだ、うん、このなんとか橋なんだっけ。あ、はいはいはい、うん、はい、完全に、うん、なんかロックの、ね、ロックテイストの、うん。へえ、細いねやっぱね。ねえ、でもなんかやっぱここら辺がっしりしたよね。がっしりしたね、うん、なんかさ、いや可愛い、パーティー風。え、可愛い。あ、なんかいろいろ、なんかさ、DNA じゃないや、アイドルの MV 思い出すね、あの後ろのウニョウニョしてるやつとか。いや、かっこいい、面白いな。何のキッチンカーなんだろう。うんうん、いいね、明るくて、うん、なんだよ、明るい、いいわ、超青空、うん、暑いんだよね。あ、確かにね。うわ、めっちゃカメハメキ。いやー、おお、へえ、うわ、イケメンだ。うん、かけ声ね、いいね。いや、これはコンサートでちょっと見たい曲だな。みんなでこうやりたいよね。うわ、これコンサートでやりた。行きたいな。大合唱でクラップしてさ。うん、あ、かわいいんだけど、ぴょんぴょんしてんの。最後、ホミちゃんかと思うよ。いや、よかった。かわいい。かわいいし、かっこいい。かっこいいっていうか、なんていうの、親しみやすい曲だけど、てか、コンサートに最高な曲じゃない、やっぱ。明るいね、ひたすらね。ね、明るいし、おーおーとか、シンフォーユーとか、なんか、覚えやすいし。うん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 。ちょっと英語と韓国語と混じってるけど、混ぜ混ぜで、うん、でも歌えるよね、みんな覚えたらね。歌える歌えるし、うん、なんかね、
レスポンスのとこはだいたい英語でできるっぽい感じだし、うん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 、イケメンすぎる改めてジンさん改めて言っちゃうよね、イケメンすぎる。いや知ってることなんだけどね、うん、知ってるけどやっぱ言っちゃうよ ね、なんかかっこいい、かっこいいわ。雑誌なんか平気帰ってきた後何個か雑誌出てるよね、ボームとかあれもなんかよりよりかっこいいみたいな。なんかさ、ラームすっごい次元が違うかっこよさじゃない？なんだろうね、あれ何が変わったんだろう。肝が座ったかっこよさなのかな、かっこよさが肝座ってるっていうか、ね、言い方変だけど重厚感のある感じがあるよね。なんか分かんない、それが兵役に関係してるのかも分かんない、年が年を重ねたからかもしれないけど、カメラの前でポーズをするっていうなんかだけじゃないものが出てる、うんうん、気がしてね。ハッピーサウンド、なんかロスってなるとオンの MV を思い出すね。そうだね、あの風景がやっぱり似てるっていうか、青空と広いところで、うんうんうんね、うん、橋とかダムをバックに、うんうんうん、でもなんかジンさんらしいあのバックのなんかね、アテンとかさ、ホットドッグとかもそうだけど、うん、なんか可愛いアイテム揃えて、そう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 、うん、PTDLA の時行ったじゃない、はいはい、あの時暑くて12月だったけど暑くて暑くて、私半袖のスカートで行った記憶あるわ、まあ、ロスだから、まあ、そもそもね、うん、あ12月だってなんだって暑いところだけど、うんうんうん、もう本当に暑い日だった、めちゃめちゃ暑かったよね、うん、暑くて、うんうん、であそこやっぱ遮る、あ、そうだった、光を、日を遮るものが何もないから、うんうんうん、もう太陽浴びっぱなし、めっちゃ眩しかったし、ね、オンとかはほらあのみんな革ジャンとか着て、うんうんうん、で踊りっぱなしの、うん、しかもなんか時間制限もあってなんか影のさ、あれとか合わせてやってたからさ、そうそうそう、ここで撮影したって相当暑いよねっていう話をしたじゃない、したね、すごいなって、これ何日もかけて撮るのは、ね、やっぱ簡単ではないねって、うんうん、あれを思い出すよね、うんうん、そうね、同じ状況でしょ、だって同じだね、しかもね、撮影はだってもうちょっと前でしょ、うん、だってさ花とか回せてるからさ、そんな何回もさ、なんかこうまた花もう一カットってなったら花をこうまた、そう何回もやれるわけじゃないよ、きっとね、とかだろうしね。でしかもさ、あの時は7人で頑張るって言われるけど、うんうん、今回は1人、まあ、1人で、まあ、全責任を負って、ねね、やるわけじゃない、ね、まあでもエクストラさんとかいるだろうしね、やっぱね、うん、結構カット書かれてばこう傘をさしてもらいながらも、うんうん、でも、うん、やるのは一人だし、厚着だしね、厚着っていうかでも長袖だよね、うん、そう、皆さん引っ張っていきながら撮影するわけでしょ、うん、いやすごい大変なことだと思います。すごい大変だよね、やっぱ一口にソロ活ソロ活って言うけどさ、そうだよね、いろんな苦労が、見えない苦労がいっぱいあると思う、うん、これ紙だって回せちゃったら掃除できなくない？これ一発撮りかな、ね、ここはこれそうだね、一回巻いちゃったら、ね、次やるときにブーンって全部洗いのけてやるわけにいかないだろうから、どうやってんだろう、どうやったんだろうね、もう何回も撮ったり3回ぐらい撮ったりしたのかな、ね、これでもビハが来るだろうから、ね、それ見てまた楽しみ、うんうんうん、じくんらしい、アミを幸せにすることだけが僕の幸せみたいな、うん、言ってたね、なんか、うん、ありがとうジンくんこれ見て幸せになってる人はたくさんいるでしょ、幸せだよ、もう難しいことは言わないじゃんジンくん、いつもジンさんってすごいよね、なんかジンくんそれすごいなって私いつも思ってる、うん、もうさ難しい言いたくなっちゃうと言いたくなっちゃうし、うん、説明したくなっちゃうし、そうそうそう、でやっぱそういうの出されて私たちも喜んじゃうっていうか、そうそうそう、何だろう、何の意味があるんだろうって探るのは楽しかったりするんだけど、うん、もうなんか難しいことはいいから楽しいことをこうって歌ってくれればっていう、そうそうそう、ね、そういう考えを持ってくれてるのはまあジンくん、そうね、唯一ジンくんだけかもしれないし、そうだね、うん、かっこいいよねそれで、ね、最年長でグループ引っ張ってるからね、そう、それがかっこいいかも、うん、アウェイクの時に6人を守るんだっていう歌だったじゃん、うん、アウェイクが、はいはい、で僕は、ね、僕が飛べなくてもいいからみたいな話だったよね、あの時あの歌初めて聞いた時泣いちゃったんだけど、うんうん、そうだったね、でももう今もなんか実は変わらないような気がして、うん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 、うん、ね、やっぱりみんなを締めてくれる、うん、なんかそう、なんかさ、あれ誰だっけ、マルタかなんかでさ、ナムさんと話してた時にさ、うん、言ってたけど、なんかその人のために人のためを思って行動することが、う
結局自分がそういう自分でいることで自分が幸せになるから、うん、それが自分の幸せなんだって話をしてたじゃん。してたね、ご飯食べながら、うん、だから、うん、結局自分のまあエゴって言ったら変だけど、うん、その自分の好きにそれをやってる、自分のために周りの、うん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 、それをしてあげてるではなくて自分のためにそれをする、自分のためにそれをしてるんだって話をしてて、うん、なるほどなと思って。自分のことを愛せないと人のことを愛せないって言うじゃん、うん、なんかそれのこうなんていうの、巡り合わせのその縁のサイクルを描くことが自分の幸せなんだなっていうのがなんか、うん、やっぱ大きくものを見れないと、うん、なんか生きててこう一貫してるよね。だから本当にそうそういうことがやっぱ一貫してるっていうのは、人に言われて知ってることではなくて思ってるからやってることなんだろうね。うんうんうん、うん、いやー長剣ほんと好き、ね、いいなこれ、うん、なんか誰か聞ける、なんかショーケースとかあるの？あるよ、だってもう、 もう今日チェックしてないでしょ、もうどんどん上がってきてるよ、うん、処刑500人とかって言ったっけ。なんてか数字出てたね。いいな行きたいね、これ行ける人いいな、行きたいけど行けるかな、行けないけど当たんないといけない、当たんないけど、うん、いいなこれこれこれ、でっかいスタジアムでやってほしい曲じゃない？グクと同じところでやるんだよ。うん、そうなんだけど、うん、だからなんかスタジアムでやってほしい、ドームとかスタジアムとか、ね、もう5万人とか8万人とかそういうもうでっかいとこで、うん、これは全員でやれるのがいいよな。いいね、だってなんかそういう規模の曲じゃない？うん、あそうだね、うん、あのそれぐらいの大きいとこで鳴らせる曲、全員でできるって感じの曲だね。うん、生バンドでさあやってほしい。あ生バンドね、バンドでできるね、うん、確かに。そうそうそう。うん、はあ、いいな、いいね、なんかみんな違う雰囲気の系統の曲で出してくるね、やっぱりあのアルバムとかソロ活が、ね、ジンさんがバンドで来るとはって感じだけど ねちょっと意外 だ意外っていうか、考えてるかもね、ライブ内で、うん、かもしれないね。自分のフェイバリット曲7曲集めてなんかプレイリストとかにしたらめちゃめちゃ面白い、なんか自分のお気に入りリストできそうじゃない？そうだね、もう十分たくさん曲が、うんうん、ね、今まではもうほんとあの、うん、なんだっけサウンドクラウドとかでさフリーで出してたのをこうやって、うん、そうだね、うん、サウンドクラウドからこの規模まで行ったかと思うとすごいことだよ、本当に時間がかかったよね、もっと早くできたのに。あれ見てみる、もう一個の。あ見てみようか、ブルベーバージョン、うんうん、あなんかえあら、うん、なんだ撮影で LA かな、あドルビーアトモスで、ちょっと運転してるじゃないの、やばみんな乗りたい、ここ何人もうぎゅうぎゅうに乗ってすごいね、何年代の設定なんだろう本当だね、いやこの歌い方好き、うん、へえ、デアの声が好きだわ、なんかちょっと喉開けてくる感じ、うん、ほら2回目で歌えるもん、うん、やーご本人じゃありませんか、やだスイッキーいいね、またあの公式のと違う感じね。もうね、車運転する姿みんな好きじゃん、好き結局いいのよ、かっこいいよねかっこいい車とかっこいい人はかっこいいわ、あらSing for you って言わないで、Sing for you っていうのがなんかいいね、うん、2回目の、
いな。え、ほんとだ、カーディガンかわいい、うん、これどこだろう、また場所確かに、ね、空港みたいな感じ。イートンじゃない、違うか、あ、ほんと違うかも、わかんないけど LA じゃない LA か、さすがに違う、さすがにそっか、そうだよね、オーケストラさんたちが、うん、そっかそっか、うん、かわいい、よかった、うん、かわいいね、こっちもこっちで、うん、こっちはこっちでかわいい、うん、あーイケメンはどこまで行ってもイケメンだな、ほんとね、めっちゃ改めて言うんだけどほんとね、もう顔がいい、いやー車でさバックとかしててさ、こうなってる時のやつとかをさこう見てみたいよねとか思っちゃうのがちょっと気持ち悪いけど自分で、そう、でも車運転する姿それが好きだよね多分みんな、うん、ごめんごめん、うん、運転前話したっけ、運転する時どこに座りたいっていう話、助手席にみんな降りたいじゃん、でも私、うんうん、後ろのなんか斜め後ろに乗ってたね、後ろに乗りたいバックした時にさ顔が見えるのがかっこいいじゃん、え、でもバックした時のこの横目の流しがかっこよくないなくした時にこっち見なくていいわ私日本車だったら右が運転席だけど、あ、そっか、まあ、皆さんの車は左なのか、うん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 、そしたらやっぱりこっちの後ろに私は乗りたいな、あ、そうか、私やっぱ助手席見えないよ助手席だと、いやだから私はこうやって持ってないといけない、こうやってるとこのこの目線を見たい、あ、そうそうそう、なんかだからこれをこうで見たくない、わかるバックの顔をこうで見るんじゃなくて、まあバックしてる人の顔こうやって見るのも変だけどね、うん、まあまあ ここ後ろのここの雰囲気を見たい、あ、なるほどね、うん、うんうんうん、そう、バックミラーを見たりサイドミラー見たりとかさ、確かにあのケーキ見る、違うかもね、目線パパパッと送ったりするの、どこがいいんだろう、皆さんどこがいいですかコメントください、コメントください確かに人によって違うそうだね、なんか どういう顔が見たいかとか、うんうん、そう、コメントじゃあ募集、ジン君が運転したらどこの席に座りたいですか、座りたいですかみんなここだよないやーよかった、うん、よかった、ね、いいな、生で聞きたいな、でもなんかこれ聞いたらなんかどっかでかいとこでやってくれんじゃないかなってちょっと思うような気がねするけど、うん、ないかな、ゲストに来るホビー、あ、ママなんかあるかも、違う違う違う、ジン君のショーケースに、あ、ジン君のショーケース、あ、ジン君のショーケースにホビーが来るかもしれないじゃん、そっか、あ、それも、そっか、そうか、もうあるんだ、そういうの、ホビーは来れるからさ、あ、そういうのあるわ、え、ね、来んじゃない、え、来ないかな、なんかもし出てこなくても客席で見かけたとかあるかもしれないし、うん、応援、今唯一応援できる、確かに、ショーホビーの足がぐるぐるになってる、いや早く駆けつけないと急いで、うん、確かに、ね、行ける人、そっか、そうだね、じゃあ皆さんそんな感じでまたまた次の曲来ると思う、やります、次の曲、うん、やりましょう、うん、バイ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